こんにちは、青猫です。明けましておめでとうございます。今年もできるだけ作業の様子や刺繍アクセサリーの作り方の動画を撮ってどんどんアップしていこうと思いますので、見ていただけると嬉しいです。今年もよろしくお願いいたします。今日は1月10日なんですけど、やっと普段の生活のリズムに戻ったので、今日は新しい作品のイヤリングのモチーフを作っています。花の形で少し大きめなものを、刺しているんですけど、25番刺繍糸ではなくて5番の刺繍糸を使って今バックステッチして、ペキニーズステッチしているところです。ペキニーズステッチの、刺し方の動画もアップしてますので、よかったらそちらもご覧ください。で、花びらの部分サテンステッチしていくんですけど、今回はこの刺し子用の糸を買ってみたので、それで刺していこうと思います。コスモから出ている日だまりっていうシリーズなんですけど、色がすごく可愛いので使ってみたいなと思って買ってみました。今日は刺繍するのに使うんですけど、この糸でタッセルとか作っても可愛いと思います。コーンに巻いてあるので、そのまま机に並べて飾っても可愛いと思います。色も結構豊富にあったので、これからどんどん使ってみようかなって思っています。この糸のホームページもあったので、動画の概要欄に URL 載せておきます。案件とかじゃないんですけど、ちょっと最近気に入ってる糸なので紹介してみました。で、刺繍の方なんですが、サテンステッチをする前に先にバックステッチで輪郭を刺していきます。日だまりのこの糸の刺し心地はとても滑りがいいので刺しやすいですね。コットン 100% の糸だそうです。で、輪郭ができたら次はその中をサテンステッチで埋めていきます。真ん中から半分ずつ分けて刺していった方が綺麗に仕上がります。糸が太めなので仕上がりもぷくっと盛り上がった感じになって可愛くできました。だいたい25番刺繍糸の5本取りとか6本取りと同じぐらいの太さで刺した感じになります。次はこの真ん中の下書きの線の上を黄色の刺繍糸でチェーンステッチしていきます。
次はビーズを刺繍していきます。黄色のチェーンステッチの中をこのビーズで埋めていきます。はい、こんな感じですね。少し寂しいので周りにもビーズを追加していきます。次はまた刺し子の糸を取って、この四隅のところに粒々のステッチをしていきます。これで一応刺繍モチーフの完成です。このモチーフにコットンパールかタッセルをつけて仕上げようかと考えています。仕上がったらインスタに写真載せようと思っていますので、よかったらご覧ください。今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。